西暦2020年、地球に突如、未知の敵対生物、イーバが襲来。その強大な攻撃により、世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地も、その7割がイーバの巣となった。現存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は、滅亡の危機に瀕していた。しかし、ついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊、アンチが誕生した。アンチの死闘により、人類は初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに、人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけて。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名は、オペレーションドーン・オブ・ジ・アース。地球の夜明け作戦だ。これは、世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを露覚し、イーバ母星へ侵攻することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全体、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻より、グランドターミナルに向け進軍を開始せよ。禁止のイーバにはデストロイアタックだ。とどめの一撃を見舞いしてやれ。硬いだけが取り合うワン野郎だ。今来て、そこを削り取ってやる。あんな無理すんなよ。攻撃は弾くことができなさそうだ。うまく相手の裏側に回り込め。
空を飛んでるイーバは厄介だ。早くブーストで近づけ、叩き落とせ。休んでる暇はないぞ。敵に囲まれたら急いで切り抜けろ。この先、グランドターミナル構内にバロン級の反応あり。発見次第、殲滅せよ。モリムちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは、左右の首から破壊しろ。消耗してるわよ。手遅れになる前に回復しろ。終われない。バイタル低下しているぞ。気をつけろ。手遅れになる前に回復しろ。低下しているぞ。気をつけろ。
HQ、こちらビクサー1。バルン級イーバー、ケルベルスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。回収部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦いご苦労だった。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後、このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用するため、地下網内の敵残存勢力及び地形確認の調査を行う。歩兵第三大隊及び偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え、自身の強化に努めるように。わかっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に、一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら、自分で用意するんだ。わかったな。取れているか？よし。俺が生きているうちに、この戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち。ジョニー、トーマスでさえ、強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから、部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっと、イーバに勝てるはずだ。お前たちの扱う生体武装は、イーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり、体内に組み込むことで、自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たら、わしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発。あなたたちは戦闘経験を積み重ねることで、さらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから、間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性、私に見せてちょうだい。